佐藤澄香です。今から1分でできる首こり解消法をお伝えします。私のですね、整体サロンにお越しのクライアントの方にですね、今日体調いかがですかとお伺いしますと、もうほとんどの方が、もう先生、もう首がガチガチで辛いです、もうここだけね取り替えたいですというお声を多くいただくことがあるんですね。でその原因はやはり生活習慣からなんですけれども、例えば強いストレスがずっとかかっていらっしゃる方は、気がつかない間に呼吸が早くて浅くなって、常に肩に力が入ってしまっていらっしゃったりですとか、あとはデスクワークですね、お仕事柄こうパソコンを常に前かがみで使っていらっしゃる方というのは、もう肩が内側に入り込んでしまっていらっしゃったり、あとはこの肩甲骨ですねが外に開いてしまっていらっしゃったり、この状態ですから腕の前の筋肉、前腕の筋肉がもう常に緊張していらっしゃる、まあ、こういったことが原因なんですね。なので結局この首こりというのは、直接首というよりも、今お伝えしたような呼吸が浅くなってしまっていらっしゃったり、肩に力が入っていたり、あと肩甲骨が外に開いてしまっている、またこの腕の前の筋肉ですねが硬くなって、まあ、胸の前の筋肉も硬くなっている、こういったことが原因なんです。なのでまずはこの外に開いてしまった肩甲骨をしっかり内側に寄せてあげること、そして緊張してしまっているこの胸の前の筋肉ですとか、あと腕の前の筋肉、この緊張を取ってあげること、このことが解決策なんです。今から3つの手順でお伝えしていきます。はい、それでは動きに入る前に、あなたのその辛い首こりをチェックしていきましょう。無理をせずに行います。ゆっくりと左右に横に倒してみましょう。この時の首の突っ張り具合を覚えておいてくださいね。はい、それでは手順の一つ目です。四つ這いになっていきましょう。この時両肩の真下に手を置きます。この位置取りができましたら、ゆっくりと指先を内側に向けましょう。この状態からゆっくりとお尻を後ろに下ろしていきます。この時この腕の前の筋肉をしっかり伸ばすことがポイントですから、肘はまっすぐ伸ばしたままお尻を後ろに下げて腕の前を伸ばしていきます。そしてその時に16カウント一緒に数えていきましょう。ではやっていきます。ゆっくりとお尻を後ろに下げて、この時この腕の前の筋肉が伸びていたいなという方は無理をせずに、伸びて気持ちがいいなという場所までで OK です。はい、それではいきます。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、16カウント数え終わりましたら、ゆっくりと元に戻しましょう。はい、それでは手順の2つ目です。ゆっくりと右腕をまっすぐ伸ばします。この時手のひらは上に向けておきましょう。そして反対のこの左腕は
腰の後ろに回します。そしてゆっくりと左の胸を持ち上げて、また16カウントします。この時しっかりこの胸の前の筋肉と肩甲骨をしっかり寄せるのを意識していきましょう。では早速行っていきます。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8。はい、それでは動きの3つ目です。今の右の動きを同じように左サイドも行っていきます。では今度左の腕をまっすぐ伸ばして、手のひらが上です。そして右腕を腰の後ろに回して、右の胸を上に向けて、また16カウント数えていきましょう。では早速スタートです。はい、カウントします。1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8。はい、それでは今お伝えしました3つの動きを行った後のあなたのこの首の状態を見ていきましょう。ゆっくりと同じように右左と倒してみてください。いかがですか？首の突っ張りが楽になっていると思います。はい、では今お伝えいたしました通り、外に開いてしまったその肩甲骨をしっかりと内側に寄せてあげること、そして緊張して硬くなってしまった胸の前の筋肉や腕の前の筋肉をしっかりとストレッチしてあげること、このことであなたの辛い首こりを解消していってくださいね。お伝えしました1から3の動きを1セットとして、1日に1から3セットあなたのペースでチャレンジしてくださいね。そしてこの動画を繰り返しご覧いただいて、繰り返しチャレンジすることであなたのお体はもっともっと楽になっていきますよ。この動画が役に立ったと思っていただけましたら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。